なんで私がいるの？知らんな。というわけで初めての実写動画からこんにちは。坂ちょっちょっちょ倒れないで。ちょっとねからグダグダですな。どうも、タイトルで買ったものがネタバレしてるね。小石だよ。ねえなんでそんなめたいこと話しちゃうの？というわけで、今回は佐川さんからお荷物が届いたというわけで。まあもったいぶらずに開封していきたいと思います。そして中の人、開封に苦労するの巻。相変わらずの不器用具合。ようやく中身が出てきたね。まあぶっちゃけさっき小石が言ったようにタイトルでもろばれなんですが、今回はこちらの、電車でゴーファイナルを購入いたしました。左上に本格的シリーズって書いてあるってことは、廉価 PC 版なんだね。はい、まあ廉価版じゃないと Windows 10では動かないので、廉価版であることは必然です。で、お値段はですね、なんと驚愕の1万円超えでした。定価はパッケージの通り税込み1980円だってのにね。ほんと高騰しまくってるね。これくらいのお金があれば最新作のプラグ&プレイも買えるわけですが、まあ主はこっち派なので無理して落札したらしいです。まあ今回は、そのプラグプレイとの相違点も交えつつ、このゲームを紹介していけたらなと思います。ちなみにふもふも比較でパッケージのサイズはこんな感じ。比較対象がおかしいによ、比較対象が。ふもふもと電磁王、どちらも定価より相場が高い商品ね。それじゃ、早速開封。と。そして箱がへこんでいてうまく段ボールが取り出せないの巻き。いや、カットしなさいや。お、ようやく出てきましたね。まずこれがマニュアル。で、こっちがインストールディスク、すなわちゲーム本体ね。というわけでここからは、こいつらをインストールする様子を動画にしていきたいと思います。というわけでまずは、ディスク1を入れて読み込ませるよ。今どきこのゲームを買う人が私たち以外いるか知らないけど、間違えてもディスク2を入れないようにね。で、お次はパソコンの方に移動して、読み込んでディスクのエグゼファイルを起動すると、このような画面になります。ここでインストールをクリックすると、以下の画面になるので少し待ちます。少し時間がかかりそうだね。お、状況が変更した。そして、無事インストーラーが起動しましたね。ここで次へ押します。で、次はインストール場所の指定。まあここは初期設定で。で、プログラムフォルダは、これも初期設定でいいでしょう。あとは次へ押すだけで、インストールが開始されるね。はい、インストールが開始されました。というわけで3倍速。はい、ここで次のディスクへ入れ替えるよう指示が出ましたので、ディスク1を2に入れ替えます。まずはディスク1を取り出して、と。続いてはディスク2を挿入して、と。はい、これで OK ね。で、パソコン側に戻りまして、ディスク2のレジストリを指定することで、インストールが続行されます。インストールが完了したようだね。あとは再びディスク1を入れていつものようにレジストリ指定すれば完了ね。それじゃ、早速運転していこっか。そうね、ではやっていきましょうか。お、無事起動したわね。モデルは2003年10月か。少し古いような新しいような。てかこのゲーム自体、もう15年以上前のゲームなのね。年が経つのはなんとやらとはよく言うわね。そして今は泣きたいと。っていうか、今時この電車で GO シリーズを知ってる人ってどれくらいいるのかしら。最新作シリーズのお金でシリーズ自体はある程度周知されてるけど、逆に旧作への認知度が下がった印象。でも、今思えばこのシリーズはリネームされて最近発売されたから、名前は違ってもゲーム内容とかは知ってる人が多いのかしら。そんなこんなでかっこいいで評判のオープニングだね。今は大阪環状線と、あとここで映ってる車両はほぼ全てが何らかの変化を受けてるわね。221系や223系レーダーや体質改善、103系に関しては6年前に完全撤退しちゃったからね。そしてこちらもこちらで懐かしい車両揃い、207系9塗装とか201系とか往年の自然ね。で、こっちはこっちで未更新ホロなしの223系と221系、そして681系に485系だね。どの車両も大きく変わってるのを見ると、やっぱ20年も経てば世の中変わるんだなって。まあ、車両の平均寿命が40年だからそれまあ変わるよねって感じ。で、最後の方に映ってるのは往年の寝台特急たちね。本当に懐かしい。というわけで無事起動したというわけで、早速スタート。今作では運転乗務と車掌乗務のミスが体験できるんだね。とりあえずまずはオプションで設定を確認してと。まあ、特に差していじる場所はないかな。じゃあ次に、運転乗務の路線一覧を見ていきましょうか。まずは山手線。205系と E231 系、当時の2大主力車両だね。特に E231 系は登場して間もなかった頃かしら。で、お次は中央線こと中央東線。懐かしの列車がずらり。東のダイヤはほぼ全て過去の光景になったものばかりだね。
打って変わってこちらは大阪環状線。当時の無視力車両103系と221系大和時快速があるわね。103系が無視力だった時代。結構最近に見えて実はもう18年前なんだよね。最後に東海道線、207系が旧塗装だったり、北国があったりと、こっちも時代を感じるわね。じゃ、概ね紹介し終えたので、運転していきますか。今回はこちらの、中央線201系、東京から新宿までを運転していきたいと思います。それでは、レッツゴー。発車メロディは著作権のうんたらかんたらでカットされてるから。あ、ちなみに今回は、こちらの PS 版電車でウォーコントローラーを使用しています。コンバーターを介して、電車で GO コントローラー変換器というソフトを通してゲーム側に信号を入力してるわ。というわけで東京を啓発だね。マスコンの進む段テスト。よし、大丈夫そうね。ちなみに今回は非公式パッチとかは適用せずに、オリジナルのままプレイしてるわ。なんだかこう、高音質部分が少し曇った音質になってない？確かに。録画時はそんなことなかったから、多分録画ソフト側の問題ね。JTS の時からこの問題はあったんだけど、その時はまだ妥協してたけど、これはさすがにダメね。まったく、後で原因究明してきてね。と走行してるうちに、201系とすれ違い。中央特快幕を検出してたね。さて、間もなく最初の停車駅、神田駅が近づいてきたわね。さてさて、うまく止まれるのかな？ファイナルのプレイ自体は初めてだけど、ブレーキングは大体いつもの感じでいいはず。今作はブレーキが強いとの噂もあるわけだしね。まあ、いいのくらいでいいかな？いや、明らかに間に合う気配がないんですが。大丈夫大丈夫、計算通りだから。あ、ちょ待ってこいつ低速域のブレーキ以外とつかない。いらんこっちゃない。オラー7段投入じゃ。G センサーが。ふう、意外となんとかなったわね。あとは時間通りに電車を止めるだけになって1秒ずれちゃった。クラブ回収お疲れ様です。まあ停止位置誤差が5センチだし、まあまあいいでしょう。定着判定だし。お忘れ物ないようご注意ください。2000年代初頭には首都圏のあちらこちらで声優と共に見られたけど、著作権問題で他のものに置き換わったのよね。そんな初メロがこのゲームで聴けるなんて、最高ね。ちなみに虫はこれに影響されて最近クモトモとしてにハマってるんだとか。1番線、ドアが閉まります。ご注意ください。6番線、ドア閉まります。閉まるドアにご注意ください。はい、はじめ線、出発進行、神田、停発と。そういえば、この電車でゴーシリーズって続くのかな？どうなんだろう。中の人は評判や反響が良ければ実況としても続けるって言ってたわね。あとは、生放送とかで時々やるかもとも言ってた。ってことは、この動画が伸びれば続編も出るってことだね、つまり。そうね、逆を言えば伸びなければそこで打ち止めね。この作風を気に入ってくれる人がどれだけいるか。って感じだけど。というわけで、良ければコメント欄でご意見をお聞かせいただけると幸いです。まあどっちにしろ受験が近いから、あんまポンポンと動画は上げられないけどね、うん。それじゃ、お茶の水手前までカット。制限50から加速しないで惰性で突っ込んだら余裕時間が全くなくなったけん。余裕かますからそうなるんやで。というわけで、ある程度ブレーキは詰めていきます。まあそんな中でも6段以上は極力使わないようにと。いや、これどう考えても間に合うわけない気がするんだけど。6段投入が500個い。人の話にかぶせないで。あ、ごめん。とりあえず G センサーが強化しない程度にブレーキをかけて。と。絶対これじゃないとウィンターズになってるでしょこれ。というわけでお茶の水到着。といったところで、今回はここまでです。よかったら高評価、コメントの方していただけると幸いです。それでは、ご視聴ありがとうございました。